こんにちは。ご視聴ありがとうございます。では続きを言ってみましょう。ココちゃんが無事に目覚めたところからですね。たけし君大丈夫でしょうか。まだ凍ってる。上手に解凍しないと。お父さん、お父さん、途中で細胞が壊れちゃいますよ。お父さん起きてよパパ。起きた。どこだ。ここはサンキュー。おっココ、なんだすっかり元気になったみたいじゃないか。は見事に成功したってわけだな。よかったよかった。お父さん、お父さん、はい、ストッピング。どうして、なんで拒絶するの。その質問に答える前に一つ聞きたいことがある。何。俺はどれぐらい眠ってたんだ。1日か2日か。かなり長く寝てましたよ。まさか1週間ってことはないよな。1週間どころじゃないですよ。え？ココちゃんは超能力者だからわかるけど、その反応からさすがに。たけし君はわからないですよね。1週間以上なのか。1ヶ月？3ヶ月かな。嘘だろ。じゃあ何か。俺は夏を通り越して秋まで。今日は5月7日日曜日。ゴールデンウィークの最終日だよ。ふっは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 っ。なんだよ脅かしやがって。結局あれからまだ数時間しか経ってないってことか。お父さん驚かないよ。17年で曜日と日付が一周するんですね。落ち着いて聞いてほしいの。実はタケピョンが眠ってた時間は17年。リアクションいいですね。サムネチャンス来ました。おはよう。で、いい言葉だよな。2034年5月7日午前11時たけし君、17年後の未来にタイムスリップしちゃいましたね。のどかだな。平和だよな。これ冒頭のセリフですね。あれ帰りの船のシーンだったの？1週間前と同じセリフを言っただけですね。人生何が起こるか分かりませんね。ねえねえパパ、パパ、つぐみ姉さん
俺は意味のない質問には答えないことにしたんだよ。ツグミ、紫外線に弱いんでしたね。それにしても相変わらず可愛いな。え？いや、だってあまりにも可愛いからさ。みんないるのに。どうしちゃったのよ、いきなり。可愛すぎて食べちゃいたいくらいだ。やだ。やっぱりお前はチャーミングだ。チャーミングだからチャミ。いい名前だな。え？もう！タケシのバカ！すっかり仲良しですね。マヤちゃん。タケシのバカ！両親のイチャイチャ見せられちゃった。おい、つぐみ、どうしたんだよ。ライプリヒン、またライプリヒンに捕まっちゃうんじゃ。大丈夫よ、サラ、心配しないで。ハルちゃん、マッキョ先輩じゃなかった、田中先生、ユービセイ・ハルカナさんでしたよね。大丈夫ってどういうことなの？こういうことよ。話があるの。話って何？言わなくても分かってるでしょ。お母さんは2025年にレミューで働き始めた。第三視点。17年前と同じ服を作ってあげたんですね。お母さん、お母さんの言ってることは分かった。でもね、どうしても一つだけ確かめておきたいこともあるの。何？私はお母さんにとってどんな存在なの？クローンですよ。あなたは私の全てよ。アキちゃん、あなたは私の全てよ。ユービセイ・アッカナさん、僕と付き合ってください。なぜなら僕はあなたのことが大好きだから。男らしいというか、ちょっとあっさりですけどね。カブラキさんはココちゃんのために頑張ったんですね。主役じゃないけど助演男優賞ですね。たけし君やホクタンも頑張ったけど、一番頑張ったのカブラキさんと言っても過言じゃないかもしれませんね。あのつぐみんの冷たい態度にもめげずに、たけし君の演技を貫きましたよ。愛される資格があるのはゲームプレイヤーじゃなくて冠城さんですね。
緒にみんなのとこ行こうよ。一人でいてもつまらないでしょ。でもあれ、あれで、もしかしてしょうちゃん、なんか気にしてる？みんなのこと騙してきたから罪悪感に苛まれちゃってるとか？罪悪感なんて感じなくていいんですよ。まあそんなこと気にしなくてもいいのに。だってしょうちゃんがブリックビンゲルトを騙さなかったら、ココもタケビョンも助からなかったんだよ。カブラキさんはヒーローですよ。しょうちゃんは命の恩人さんなんだよ。みんなにももうそのことは説明してあるんだし、そうですよ。そうかな。そうだよ。ほら、だから早く早く。みんなしょうちゃんの少年レインの歌が聞きたいって言って待ってるんだから。少年レインの歌。あの歌は日本酒とか飲まないと。カブラキさんにしっかり感謝の気持ちを伝えて和解しないと。あ、やっぱり人間じゃなかったんですね。なあ、ソラ。おい、ソラ。ほら、ちゃんと聞いてるのか、人の話。え？ソラの体についてなんだ。体ですか？ああ、俺が見た感じだと今の空は人間と全く変わらないような肌の質感をしてるし、仕草とか佇まいとか失礼でも何でもないじゃないですか。むしろ今のは褒め言葉ですよ。それで質問というのは？いや、だからその空の体は一体どんな仕組みになってるのかと思って。不思議ですか？うん、不思議だ。不思議だと思うと同時に嬉しかったりもするんだけどな。だってほら、こんな風に触れるようになったから。クラナリス、イチャイチャしてたらツグミンに怒られますよ。どうしたんだよソラ、酒でも飲んだのか。顔が真っ赤だぞ。クラナリス先生、なんだね、茜ヶ崎くん。世の中には不思議なことがたくさんあるのですね。先生はピグマリオンか。こんにちは。先生、ピピに溶けなかったっていうか、ソラさん持ってんじゃん。ええ、だけどピピ今バッテリーが切れてるみたいですよ。はーい、お兄ちゃん。どうかこの思いがお兄ちゃんに届きますように。そして再びお兄ちゃんに巡り合う時が訪れますように。みんな頑張りましたね。一人一人しっかりキャラが立ってて濃厚な物語でしたよ。名作と言われるだけの中身は確かにありました。よくこんな物語思いつきますね。天才ですね。
この音楽も良かった。はい。というわけで、無事にハッピーエンドにたどり着けました。ではここからは感想トークといきましょう。物語の途中でセーブしたり、好きな場所からロードできるゲームプレイヤーを、時間を自由に行き来できる4次元の存在としてストーリーに取り込むという発想は、もしかしたら今ではよくある設定なのかもしれませんが、この作品が世に出た2002年の時点では斬新なストーリーだったんじゃないんですか。それからこの物語の最大のトリックとして、主役の顔が見えない主観映像と、ゲームだからこそ可能な声を出さずに文字だけで進行できるという強みを生かして、本当は別の人なのに同一人物だとプレイヤーに錯覚させて、時間の異なる2つの時代を見事に2017年だと思い込ませることに成功しましたね。すごく面白い物語なのに、このトリックがゲーム以外で使えないから、映画化とかドラマシリーズにできないというジレンマがあるんですね。海洋テーマパークとか、パンデミックを起こしたティーフ・ブラウとか、クローンに関する技術や法律とか、あと AI やロボット犬に関しては本当の現実世界でもあり得る話なので、すごくリアルに感じられましたね。パラレルワールドとか別の世界を覗き見できたり、過去や未来の人と会話できたりする超能力に関しては、まあ現実にはありえないものの、その手の能力については多くの物語で昔から馴染みがあるので、あまり抵抗はなかったですね。ただ不老不死のキュレイだけは、ちょっと設定としては子供っぽく感じたので、このキュレイだけを取り除いてこの作品を作ることができたら、さらに幅広く大人向けの作品にもなってたかもしれませんね。とはいえ、キュレイに関してはつい考えちゃいますよね。はるちゃんはいずれアキちゃんを見取ることになっちゃうのか、とか、つぐみんとたけしくんも二人の子供たちにすぐ追い越されちゃうとか、余計な心配したくなっちゃいますね。登場キャラクターも素晴らしかったですね。特殊能力は別にして、それぞれの性格や性質が個性的で、みんな特色がありましたね。ヒロインで言ったら、つぐみんが強い存在感を放ってましたけど、でもはるちゃん、あきちゃん、そらさんも、まゆちゃんも、ココちゃんも、みんな存在感はしっかりあって、影の薄いキャラなんていませんでしたね。男性陣もたけしくん、北丹、カブラキさんと3人とも大活躍だったし、無駄がないと言いますか、全員にスポットライトが当たって、脇役なんて呼べる人は誰もいなかった気もしますね。順位付けするのもあまり意味はありませんが、勝手な主観として個人的には MVP を挙げたいのは冠城さんかな。少年時代も記憶喪失になって不安定な中、つぐみんにぐっと詰められて怖い思いをしましたけど、2034年の方でもつぐみんの冷たい視線と態度に耐えながら、よくぞ心折れることなくたけし君を演じ切りましたね。こ
子ちゃんへの愛が原動力だって本人も言ってましたけど、本当はみんなを騙すなんてできない性格の子なのによく頑張りました。あっぱれですよ。はるちゃんだって好きだったたけし君はつぐみんに取られちゃったのに、それでもたけし君とココちゃんのために長い時間を費やして頑張ってくれましたよ。まよちゃん、ほくたん、つぐみんの親子も最後の幸せな結末にたどり着くまでには絶望の淵をさまよって随分辛い思いもしましたね。ソラさんは AI ながら女性キャラクターの中では一番乙女チックで、恋愛ゲームの要素を担当してくれましたね。もしもソラさんが普通の人間だったら結婚したいランキング第1位ですよ。さて、言いたいことも言ったので、そろそろまとめましょうかね。なんでこの名作が最新のゲーム機でリメイクされてないのかはよくわかりませんが、人気のゲーム配信者さんとかだと、たくさん送られてくるコメントの中に、意地悪でネタバレを書かれたりもするみたいなので、こういうネタバレが命取りになるゲームは難しい面もあるのかもしれませんね。でももしもこのゲームがリメイクされたら、たくさんのゲーム配信者さんがプレイ動画をアップするでしょうから、そしたら楽しみですね。皆さんどんなリアクションを見せてくれるのか、ぜひ見てみたいものです。エヴァーセブンティーン、全部で26回分の動画でした。とても楽しませていただきました。ありがとうございます。今私の話を聞いてくださってる方の中には、リプレイの方はいらっしゃらないと思いますが、もしもまだの方がいらっしゃいましたら、記憶を消して初めからプレイするといいですよ。というわけで、今日も最後まで見てくださり、ありがとうございました。